皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。今日は普通の人から好きを仕事にする7箇条ということで、詳しく説明をしていきたいと思います。私自身はですね、一般的な普通の会社員から、独立起業して好きを仕事にしているという経験をもとにですね、どんなふうにしたら好きを仕事にできるのか、この7箇条をポイントにまとめてみました。まず1つ目、好きなことから逃げない。これがね、実は一番重要なんですね。結構、そもそも好きを仕事にって言っても、好きなことなんかないとか言ってる人いるんですけど、好きなことがないんじゃなくて、好きなことから逃げてる可能性があります。本当はこれやりたいんだけれども、自分にはこれ才能ないからって言って、好きじゃないことを仕事にしようとしていたりとか、そんなに好きじゃないのに好きだと好きなんじゃないかって思っていてやってるけど、うまくいかないのはなぜかっていうと、本当に好きなことじゃないからっていう、実は本当に好きなことは別にあって、だけれどもそれって除外してる可能性があるんですね。あ、これ、いや、今からやっても無理だろうとか、私なんか無理だってことで、本当に好きなことを仕事にしたいんだったら、その好きなことからまず逃げないっていうことが大事です。自分がね、例えば今下手だろうが何だろうが、これやりたいんだ、これ仕事にしたいんだって言ったら、下手だろうが恥をさらしてでもそこに向き合って発信をしていくというのが大事なんじゃないかなと思います。それから2つ目はですね、目的と手段を混同しないということで、これ結構多いんですよね。何が目的で何が手段なのか。例えば旅行が好きだからって言って旅行会社に行っても旅行できない部署に配属されたら楽しいんですかとか、いや、旅行が好きだからって言って旅行会社に行って自分が好きなところ行けなくてもいいんですかとか、旅行が好きだから旅行会社に行って、ね、旅行会社で、例えば手配業務をやったら楽しいんですかっていうことで、自分の目的とその手段がマッチしてないケースがあります。なので、例えば旅行が好きで自分が旅行をするのが好きだったら別にそれは旅行会社じゃない方がいいわけで、その目的と手段を結構間違ってしまう人がいるんですね。結構よくあるのが、好きを仕事にしたらあんまり、実はね、なんかこうつまらなくなっちゃったっていう人いるんですけど、大半は目的と手段を混同している可能性があります。結構ですね、例えばカメラマンなんかにも多いんですけど、写真を撮るのが好きだからカメラマンになったら、プロのカメラマンになったら写真撮るのが嫌いになっちゃったって結構いるんです。なんですけど、それよく聞いてみると、風景撮るのがめちゃめちゃ大好きだったのに、ずっとスタジオにこもって、商品の撮影ばっかしてる。それはつまらなくなりますよね。だから、そのカメラマンになるっていうなんか手段を目的にしちゃって、でもそうじゃなくて、風景を撮りたいんだっていうんだったら、それ風景を撮るような仕事の方がいいわけで、その目的と手段を混同しないというのが大事です。これ単にその職業だけじゃなくて、例えば独立起業したいとかお金持ちになりたい、これも全部手段ですからね。そこを勘違いすると、目的と手段がずれてきておかしなことになります。別にその好きなことを仕事にするって、別に何億稼ぐとか別にお金が目的ではないですし、別に好きなことを仕事にするって別に独立起業するってことではなくて、会社員でも好きなことを仕事にできる職業いっぱいあるので、別になんか独立起業することが別に目的ではないですし、そのお金を稼ぐことが目的ではないので、お金をね、それいっぱい稼ぐことが目的ではないので、その手段と目的を混同しないということが非常に大事です。それから3番目は、諦めずに継続して数打ちゃ当たるの精神でやっていくということです。これ、好きだったら諦めないで、どんどん継続できると思うんですけど、すぐ諦めちゃう人いるんですね。で、すぐ諦めちゃうには2つ理由があって、1つはそもそも好きじゃなかった。それだったらやめればいいんです。で、もう1つは自分に言い訳してるだけ。本当は好きなんだけど、もうこれ以上努力しても自分のね、その成果が出ないと自分がどんどんみすぼらしくなっちゃうから、いや、俺こんなもんとかって言って諦めちゃうパターンがあるんですけど、でもやっぱりそうじゃなくて、本当に好きだったらやっぱり継続してやっていけるはずなんですよね。で、なかなかその結果が出てくるって、なかなかやっぱりすぐにすぐ成果は出ないです。やっぱり世の中って、特にネットなんかはそうですけれども、
なんか短期で成功するイメージを持たされすぎてるんですね。なんか1ヶ月でフォロワー何万人いて超稼げましたみたいな、そんなのなんてごく稀ですからね。本当に大体の人は1年とか2年とか5年とか、下手したら10年かけてやっとものになるみたいなことを、なんか1ヶ月やってダメだったから俺もうダメだみたいなこととか、3ヶ月やってみたいな人があまりにも多すぎる。で、逆に言うと、そうやって短い期間でどん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 諦めていく人が多い中で、それでもやっぱり自分は頑張ろうって言って続けていく人が、やっぱり最終的には成果、結果を出すのかなというふうに思います。あとやっぱりその数打ち当たるっていうのが大事で、これ結構いろんなベストセラー作家さんとかのなんか自伝とか読むとよく出てくるんですけど、すっごいベストセラーの本なのに、出版社に送ったらことごとくつまらないって言って断られて、でたまたまどっかの会社が、もうそれこそ何十社も送って、たまたま拾ってくれた会社で出せたら、それがもうなんかすごい大ヒットしたみたいな話ってよくあるんです。だからその自分が才能がないんじゃなくて、たまたま理解してくれる人がいなかっただけなので、例えば1社2社断られたからって諦めない、1人2人ね断られたから諦めない、1つの作品、2つの作品作っただけで、ダメだったって言われて諦めない、数をこなすっていうのはまず大事なのかなと思います。それから4番目は自分から行動するということです。これ結構ね、やらない人いるんですよね。待ってるだけの人。なんか待っていればチャンスが来るみたいな。俺才能あるしみたいな人いるんですけど、それダメっていうか、それなんか、それ本当にもう超飛び抜けて才能がある人だったら、自分から行動しなくても、ね、いろんな人から声がかかってチャンスが来るかもしれませんけれども、多くの場合はやっぱりそうではなくて、やっぱり自分から行動するとどん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 チャンスというのは広がってきます。いろんな人に会ったりとか、いろんなところに行ったりとか、いろんなところに営業してみたりとかって、やっぱり行動することによって、いろんなことが分かってきて、いろんなチャンスをつかめる機会が増えていくと思うので、ただ待っているだけではなくて、自分から行動するというのが非常に大事です。それから5番目はですね、マイナスな経験はプラスの転機になる。これいろんな好きを仕事にした方のインタビューをして、結構共通してることなんですけど、なんか嫌なことが大概起きてるんですよ。なんか本当は会社員だったんだけれども、会社ですごいパワハラになって、鬱になって辞めざるを得なくなったんだけれども、その後なんかすごい好きなこと見つけて、すっげえバラ色の人生になったみたいなパターンって結構何気に多いんですね。だから、まあ、その病気とか事故とか、まあそのね、職場での嫌がらせとか、まあ、いろんなそのマイナスな経験ってあると思うんですけど、マイナスな経験って何気にその後来るプラスの転機になるっていう機会ってすごい多いので、マイナスな時にいかにそれを自分のこううまい人生の方向転換に使うのかっていうのを考えていただけるといいんじゃないかと思います。それから6番目はタイミングが大事という話です。これはね、なかなか自分ではどうしようもないところもあるのかもしれませんけれども、やっぱりそのいくらどれだけ才能があったとしても、いくらどれだけ仕事ができたとしても、やっぱりタイミングってすごいその運というか、その成果に影響するんですよね。で、なんていうか、そのクリスマスじゃない時に、ね、例えば真夏にクリスマスソングを、ね、出して大ヒットするのかっていう問題ってあるじゃないですか。まあ、もちろんその、ね、逆張りで成功するっていう可能性もあるかもしれないですけど、やっぱりクリスマスにクリスマスソングでいい曲だから当たるみたいなことがあるわけで、いや、真夏にめっちゃいいクリスマスソングできましたとかっつっても、それタイミング悪いよみたいなこともあるわけですよね。あとは例えば何かね、どこか、何か、これが流行ってるっていう時に自分の好きなものをちょうどやっていてみたいなことで、そのタイミングと合った時にブレイクするみたいなこともあるので、その結構その自分の地道な努力っていうのがなかなか日の目を見ない時もありますけれども、やっぱタイミングっていうのは大事です。なので、どういうタイミングでどういうものを出していくか、打ち出していくかっていうのは非常に大事で、ただ努力していればいいとか、ただね、その仕事能力を高めていけばいいっていうだけではなくて、いつどんなタイミングでそのリリースするのかっていうか、商品なり作品なりを発表するのかっていうのは非常に大事になるんじゃないかなと思います。それから最後の7番目は、ネット発信が未来を切り開くということで、まあ、これはもう
まあ、言わずもがなというところでありますけれども、もう今や、好きなことを仕事にするには、もうネットで発信というのはもう本当に全てだなと思っていて、まあ、もうね、世の中にいろんな人いますけれども、ブログが注目されてとか、ね、ツイッターが注目されてとか、YouTube が注目されてとか、やっぱりネットで注目されて、好きなことが仕事になっている人って結構多いんですよね。で、もちろんネットで発信しなくて、リアルの口コミとか、ね、そのリアルで何か人脈をたどってみたいなこともありますけれども、やっぱり今の時代、ネットというのは非常に大きな力になるので、まあ、好きなことを仕事にしたいのであれば、ぜひネットで好きなことを発信していただきたいなと思います。それからですね、この最後にプラス隠し1箇条というのを紹介したいと思います。この7箇条以外にもう一つありまして、それがね、人の意見を聞くこと。これ、何でもかんでも聞けばいいっていうもんではないんですけど、人の意見を聞くって結構大事で、その人の意見を聞くっていうのは、そのもちろん自分が納得したものっていうのはあるんですけど、その好きを仕事にする上で、なぜ失敗してしまうのかっていうと、自分の欲ばっかり押し付けようとしてしまうから、結局仕事にならなくて趣味になってしまうんですよね。ところが、人の意見、こういうのやったらどうとか、私こういうの欲しいんだけどとか、こういうの作って欲しいんだけどって言ったその人の意見に、自分のこの好きな能力と掛け合わせると、要は仕事になる、ニーズがマッチするっていう状態になるので、自分がいいと思うものを作ることを作ったりやることももちろん大事なんですけれども、人からこんなことやってみたらどうとか、こういうものを作れないのっていう意見を素直に聞き入れて、それを自分の好きに変えていくと、それはめちゃめちゃ仕事になるので、人の意見を聞くというのがこの隠し1箇条なのかなと思います。ということで、ぜひ皆さんですね、好きなことを仕事にする上でのこの7箇条というのを考えながら、やっていただきたいなと思います。この7箇条を導き出したのはですね、私がこれまで、まあ、普通の会社員だったところから、まあ、本が20冊出せたりとか、カメラマンになれたり、ライターになれたり、まあ、いろんなところに旅行で取材に行けるようになったりみたいな、その自分の半生を語った動画というのがあります。そこの、半生をもとに、この7箇条を導き出したものなので、なんでこんなことを言ってるのかって、もしもっと詳しく知りたい方は、その私の半生の動画を見ていただけると、この意味がより深く理解できるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん、できるところから始めていただいて、あと皆さんが今、この7つでどっか引っかかってないかどうか、ちょっとチェックしていただきたいなと。本当は好きなことあったのに逃げてないかどうかとか、今、目的としていることは実は手段なんじゃないかとか、すぐ諦めてないかとか、ね、この7箇条で当てはまらない、やってないこととかあると思うので、ぜひね、確認しながら、自分のいいプラスの人生に変えていっていただきたいなと思います。